にちは、ダイスです。今回はニューポケモンスナップやっていきましょう。前回発見した新しい最後のエリアに向かおうと思います。行く場所は守護遺跡ゴウラム島です。それでは行ってみたいと思います。ここが最後のエリアです。どんなポケモンがいるのか探していきましょう。ヘルガー、ホトシラカがいますね。サーチ、でクリスタルフラワーがありました。古代遺跡が今入りましたね。他にはここにもクリスタルフラワーです。ちょっと光った私らがいますね。あ、上には何もないです。下に行きましょう。ヤトウムリ、ヘルガー、がいます。光ってますね。あれ、奥に行っちゃいました。ヤトウムリです。すごい近くで撮影できました。もう一回こっち向かないかな。向かない。シンボラーがいますね。おお、コロモリ取れない、行っちゃいました。あれー、まだ特に何もないみたいです。シンボラー、なんか下にもいろいろあるのでこのまま進んでいきたいと思います。サーチはまだ何のポケモンも反応してないみたいですね。あれ、お、ん、ハートの音。あー、シンボラ早い、動くのが早い。私が遅いだけでした、失礼しました。いろんなポケモンがいるんですけど、こういうところにクリスタルフラワーがあったりしますね。これなんだろう。ゴルール、でかい。ん？ここにもゴルールがいます。オービム、ネイティ、シンボラー、ヘルガー、なんだろう、調べるところ、これ、えぐられた後、私らがいます。クリスタルフラワーを囲ってる感じですね。他にはなんか結構シンボラオーベムはいるけど、他があんまりいないかもしれない。おー、乗ってる、寝てる、起きるかな。えい、なんかずっと寝てる感じです。他は、普通に今一回回ってきちゃいましたね。クリスタルフラワー、これが気になる。何かに反応してます。あれ、眠りについているゴルーグの奥に謎の台座がある。眠りについている、このゴルーグは動いてないんだ。
多分そういうことですよね。今は止まってしまってる感じになってるんじゃないかなって思います。これでゴールです。それでは今回撮ったポケモン見ていこうと思います。結構種類がいたように思ったんですが、枚数はそんなに取ってなかったですね。9種類あ、クリスタルフラワーが取れてない。悲しい。始めようか。さあ、写真のチェック始めようか。行ってみましょう。まずはトリュガーです。新発見だ。星3。続いて私らが新発見だ。ナイスタイミング。こちらも星3です。そしてネイティ、寝てる方が採用になりましたね。いいね。星4。野党無理。新発見だ。ナイスタイミング。星1。温暖。新発見だ。ナイスタイミング。星1です。シンボラー。新発見だ。いいね。こちらも星1。結構最高得点系で取れていますね。コロモリ、もっと早くシャッター切ってたら近くに取れたのになっていう感じです。残念。ゴルーグ。新発見だ。いいね。星1です。オーディ。発見だ。いいね。星1。こんな感じでした。はい、今回の調査で遺跡のレベルはまだレベル2になってませんね。遺跡で光ってるクリスタルフラワーの撮影、これを捨てこようと思います。そのデータがあればアブラム島のイルミナオーブが作れる。最後の調査隊、空飛ぶカメラマン、炎コレクター、結構もらいましたね。ではリトライしてもう一回行ってきましょう。多分入り口付近の光ってるやつだと思うんですけど、シャッターを押さなかったのでそれが原因ですね。頑張ってね。2回目だとちょっと変わったりするのかも気になりますが、とりあえず一度行ったコースなので探していこうと思います。まずは1つ目、調べてからやった方がいいんですよね。調査のマークが出ました。こっちだ。これの写真を撮らなきゃいけない。これでいけましたね。これが多分光ってるやつです。で、逆側の遺跡できました。これだったら戻ったとしても大丈夫なんじゃないかな。フルバーです。オンバー飛んでっちゃいました。食べる？なんか全体が取れない、難しい。食べないかな。マジか。なんか笑いましたね。あ、食べてた。でここにさっきリンゴ落として、これ取れた、取れたのかな。早い早い感じ。シンボラー。ではこのままゴールまで進もうと思います。調べるのはここ。はい、なんか調べながら行くのと、あとはいろんなポケモンにリンゴ投げてみようと思います。オーベムのところに一応行ったんですけどね、食べてくれないかな。
あれこれは食べてくれない感じかな。食べてくれなさそう残念ながら食べてはくれなさそうですね。あれあれ、ポンポン、当ててもダメっぽいですね。なんか追ってこられてる気がします。怖い。ここにもいるんだけどね。他だとミーティシンボラ、あ、これですね。調べなきゃいけないのがあるはず。これか。はい、ヘルガー、リンゴ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 、なんか間に当たっちゃった間に当たっちゃいました。で、この寝てるネイティが良かったんですよね。起きたりしないのかな。えい、リンゴ、一応当たってるんだけどな。なんかずっと寝ちゃってますね。これだと意味がないのかもしれないです。ヘレが食べてくれないかな。あ、気づいた。調べるところがありました。2箇所クリスタル村は調べ忘れてるけど、多分大丈夫じゃないかと思います。多分、多分大丈夫だと思うんで、このままゴールしようと思います。今回はクリスタルフラワーを撮影するのが目標だったので大丈夫だと思います。それでは確認しましょう。行けました。よかった。よし、これです。クリスタルフラワー取れてました。よかったです。これがあればイルミナ王を作ってもらえるので、また次のところに行けるんじゃないかなって思います。遺跡レベルは上がったかな。あ、レベル2になりました。やった。よし、クリスタルフラワーをすべて登録した。植物学者をもらいました。これでアイコンもゲットです。では話を聞きに向かいましょう。なんかすごい遺跡があったよね。そうだね。それも2種類あるみたいなんだ。2種類？そう、入り口の遺跡と奥の洞窟は少し違う感じなんだ。なんだって？洞窟の方は後から急いで作ったような。え？後から急いで作った？なんで？なんでだろう。他の島の花も咲いていてすごく不思議な感じだった。各島のエネルギーが集まっている証拠だね。あの場所の謎が解ければ先に進めるはず、はい、イルミナオーブの開発もできているよ。よし、黄色金色どっちでしょう。なんか不思議な色してましたね。金ですね。イルミナオーブ金。はい、ということで次回は遺跡の謎を解明しに向かおうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!